弱みじゃないんだ。これも違うな。九太郎さんは代わりに自分のメダルを渡すって言い出したんだ。アイテムじゃないよな。ん？1階の監視カメラに映った私たちの過去の行動が見られる九太郎がカードを置いたところを宋が目撃した。これか。これだ。九太郎さん、本当に弱みはなかったんですか？何言っとるぜよ。私たちはある映像を手に入れたんです。1階の監視カメラのデータ。おっ、そんなものがあったんすか？全部はっきり映ってました。九太郎さんが役職カードを配置したこと、そしてその姿を宋さんに見られていたことも。これが弱みでなくて何ですか？そんな、九太郎さんがカードを仕掛けてたなんて。筋肉ゴリラ、裏切り者だったにゃん。裏切り者？本当にそうだろうか。もっと何か別の事情が。勘が良くなったからこそわからない。九太郎さんみたいな人が裏切るようには。なんであんなことをした？どこでカードを手に入れた？九太郎、何か言ってください。九太郎さん、このままじゃ投票されますよ。あなた、監視カメラってなんだ？え？俺たちは散々1階を探索したはずでよ。監視カメラなんて誰か見つけたか？それは映像が証拠やで。証拠があるんやで。カメラを発見したかどうかは重要じゃありません。映像が残ってるんです。それが何よりの証拠です。人形劇ゼオ。え？思えば俺たちは騙されてばかりぜよ。偽のレコ、偽の三島の人工知能、誘拐犯はいつでも好きに俺たちの偽物を動かせる。それはサラ、お前さんは騙されちまったみたいだな。脚本、誘拐犯、演者、偽物、すべて人形劇で織りなすフェイクムービーに。お前さんたちが何を見たのか知らんが、全部罠ぜよ。いい加減学ぼうぜ。しかし分が悪いね。騙すために偽物を用意するのは敵さんの常套手段だ。九太郎のやつ侮れないよ。珍しく言いまかされてるね、サラさん。とにかく俺と宋の取引については話したぜよ。そもそもみんなでパソコンを見た後、俺はずっと気絶してたんだ。俺より怪しいやつは他にいるはずぜよ。食い下がる。待ってください。そもそも九太郎さんはなぜ瓦礫の部屋で気絶してたんですか？それは覚えてねえ。そんな。本当ぜよ。瓦礫の部屋に入った瞬間から記憶がねえんだ。起きたらメインゲームだったぜよ。最悪な目覚めだきゃ。誰かに気絶させられたってことですか？だったら犯人を探した方がいいにゃん。そいつ絶対悪者は。九太郎さんの元気な姿を最後に見たのは確かみんなでパソコンを見ていた時か。あの時私の手に身の代がやってきて、私はパニックになってメダルを求めて走った。そうだ、その時以来九太郎さんの姿を見ていない。あの時のみんなの行動が分かればこうなりゃ、その時それぞれ何をやってたのか話すしかねえな。パソコンを共有した時、ロビーに集まったのは俺とソウ、カンナ、サラ、ケイジ、レコの6人ぜよ。サラが突然走り去ってから私たちは残ってパソコンを見てたけど、他に情報はなかったんだ。
カンナは見終わったパソコンを捜査に届けに行きました。おまわりさんはロビーにしばらくいたよ。僕は体調不良でトイレに行っててさ、帰り際にナオさんと会話したんだ。はい、偽三島先生のハッキング作戦をソウさんと話し合ってました。僕は真っ暗な1階を探索してたにゃ。ちょいちょい誰かがロビーに来てたからアリバイは証明できるよ。他に疑問はあるかい、可愛い刑事さん。なんかノリノリだな。ソウさんは荒れた廊下のところでナオさんと話し合っていました。一体何を？すみません。パソコンを渡してからすぐカンナはソウさんから離れてしまったので。サラさんの様子が心配だったので、カンナ一人で探して回ってたんです。そうだったのか。カード交換の音がして、サラがいなくなってからは俺も探索に戻ったぜよ。ロビーの刑事と話した後、瓦礫の部屋に行って意識を失ったぜよ。あの時急に動けなくなって壁に頭をぶつけたような気もするが。話の中身はハッキング作戦さ。その途中カンナがパソコンを届けに来たんだ。カンナも計画に参加させようと思ったけどすぐどっかに行っちゃったんだ。僕のアリバイはそんなところかな。九太郎さんでも気絶するなんてスタンガンで物騒なんだね。あれ、今の発言ってスタンガンとは言ってねえぜこいつ。まあ待て、まずみんなの話をだ。見終わった後はなんとなく離れてあちこち探索してたよ。アリバイってほどのものはねえけど、犯人は私じゃねえ。俺って言わないのか。その作戦がうまくいったから脱出作戦が進んだんだと思います。あの時のソウさんはすごく頼もしかったのに。3階に帰ろうとは思ってたけど邪魔者がいたわん。笑い人形ホイミーだにゃん、怖かったわん。私と嘘の間で再会するまで銀は1階にいたのか。これとこれだな。ん？ちょっと待って、スタンガンをストック、いやアイテムか。アイテムで行ってみましょう。これや。ソウさん、よく凶器をご存知ですね。え？スタンガンは私が現場からこっそりと回収しました。九太郎さんがスタンガンを浴びたことを知ってるのは私と銀だけです。他に知ることができるのは犯人だけなんです。つうことは決まりだな。スタンガンを使って九太郎を気絶させたのはてめえってことだ。そう。参ったな、あっさりバレちゃった。ソウさん、ごめんね、ハッキング作戦の準備を邪魔されたくなくてさ。急に部屋に入ってきたからとっさに使っちゃったんだ。あんな物騒な道具どこで見つけてきたにゃ。覚えてないな。え？なんか違和感があるな。よほど切羽詰まった状況じゃなきゃ1回しか使えないスタンガンを使ったりしない。九太郎さんと捜査の間にもっと何かあったんじゃないか。もういいぜよ、犯人が分かっただけで十分だ。そんな、これ以上は無意味かもね。ソウには弁明する気がない。なら今は他の人のために時間を割くべきだよ。疑い合うなら時間がある今しかないってことか。言いにくいことでも言うしかないんですね。それが信じるために疑うってことにゃん。そうだよ、勇気を出して言ってみよう。みんなソウ以外で不審な行動がないか話し合ってみるんだ。結局仕切られてますやん。そういえばナオが前半のほとんどの時間嘘の間にいたのが気になったから。私ある映像が気になってて、あの人のことを少し疑ってるんです。実は真っ暗な1階を探索してた時に変な映像を見たにゃん。
おまわりさんは銀の行動が気になるね。どうして1階に行く方法を知ってたのかな。瓦礫の部屋を探索しただけで隠し扉に気づくのはちょっと首をかしげるね。警察犬より鼻が利かないと無理だよ。もし銀が犬と猫の嗅覚を持っているとしたら。言っとくけど銀は人間だからね。今考えれば偽三島のことがあったから実質に居づらかったんじゃねえかな。理由さえ分かれば疑う必要はないと思うんだ。そうだよな、サラ。他に理由がなければそうだけど。実はその映像を前に一度見たときは怖くてしっかり見れなくて、偽三島先生のモニターを使ってもう一度再生したんです。それってどんな映像ですか？でもフェイクムービーの可能性もあるんですよね。だったら無責任なことは言えないです。行ってみないと分かりませんよ。ほら、サラちゃんも前に一緒に見たあの映像です。私が見たことのある映像とは、これアイテムか。メガネをかけた男の人が斧みたいなもので頭を、その人、サラ姉ちゃんの名前を。まさかあの映像か。もちろんサラ姉ちゃんを疑ったりなんかしてないにゃん。僕怖くてすぐに部屋を出たけど、あれはきっと犠牲者のビデオだったにゃん。犠牲者のビデオ、これか。これだ。ナオさんが言ってるのはこの犠牲者のビデオですね。あ、私が落としたビデオ。そうです、その通りです。女性が鎖につながれて恐ろしい仕掛けが発動して、そのまま女性は亡くなってしまいました。そして手前で笑っていた男性のあの後ろ姿が、おまわりさんに見えました。わっ、私には女性を見殺しにしたように見えたんです。へえ、衝撃的な話だね。でもフェイクムービーの可能性も。じゃあ聞いてみようか。刑事さん、その映像本物ですか、それとも否定しますか。信じるために疑わせてもらいますよ、刑事さん。何も言わないか、あえて。知りたい、私もあの映像の真実を。サラさん、どうやら君が追求した方が手っ取り早いね。え、きっと大好きなサラさんなら刑事さんも口を開くと思うんだ。彼が隠し通してきた正体を暴いてよ。頼んだよ。私の手で刑事さんを暴く。サラちゃんとは喧嘩したくなかったけどね。煙に巻かれるな。反論できる言葉を選んで言い返すんだ。ナオちゃんが見た犠牲者のビデオについて話し合おうか。最初の試練、それが犠牲者の映像の中身なんだっけ。おまわりさんの最初の試練はみんな知ってるはずだ。女性の映像におまわりさんが映るなんて信じがたいね。反論できる、これか。現に映っていました、後ろ姿が。それだけでおまわりさんって断定できるの？はっきりくっきりおまわりさんが映ってればわかるけどね。今のは失敗か。怖がりな奈緒ちゃんが映像を直視できた。恐怖で目をそらすなんてこともあったのかも。一人で見たなら見間違いもあったと思うんだよね。これか。奈緒さんは決して怖がりじゃないです。そっか、わかったよ。奈緒ちゃんは怖がりじゃない、それでいい。え、だからなんだ。後ろ姿じゃ判別なんてできないよね。不確かな情報で人を疑うのは良くないよ。
おまわりさんの姿はっきり映ってた。どれも論破されちゃうような気がするんですけど。いいえ、後ろ姿でも判別できます。刑事さんの金髪、誰も真似はできません。カツラを敵さんが用意すれば真似できるよね。それに偽物の人形もあるんだ。おまわりさん本人だってどうして断定できるの？今のは失敗か。九太郎が言うようにフェイクムービーの類じゃない。あっちの映像を疑ってこっちは信じるなんておかしい。二つの映像に差はないはずだ。全く差がないわけではありません。監視カメラの映像は音声がありませんでした。確かに根拠としては薄いですが、全く同列に語ることはできないはずです。へえ、一理あるね。 OK だ、認める部分は認めるよ。女性とおまわりさんには接点がないよね。最初の試練を2人で受ける場合には必ず接点があるはずだ。友人、姉妹、師弟、何らかのつなぎがね、つながりが。接点がない？いや、刑事同士やろ。ところが映像の女性は警察官の制服を着ていたんですよ。刑事さんも警察官、これがただの偶然ですか？参ったね。やれやれ、これでもおまわりさんは怪しいかい？うまく煙に巻かれてしまった。サラさん、まさか刑事さんだからって手を抜いたんじゃないの？そんなこと。命のかかった議論なんだ。本気になれないなら君に価値はないよ。君が死ぬかい、サラ？くっ、やめるんだ。そうなら話しなよ。刑事さんが言わなきゃ死ぬのはサラさんかもね。わかったよ。映像は本物だ。おまわりさん、ナオちゃんの見た犠牲者のビデオ、あれは俺の最初の試練でもあったんだ。女性の名前は笹原めぐみ。俺の上司だった。知り合いだったのか？職場では随分世話になった恩人だよ。恩人？忘れられない最低の恩を着せられてね。おまわりさん見殺し？違う、俺はだが殺しためぐみを。おまわりさん、しっかりしてにゃん。ごめんね、みんな黙ってて。おまわりさん、本当はもう警察官じゃないんだ。刑事さん、あなたの闇は一体どれほど？絶戦に勝っていればもっと詳しく聞けていたかもしれない。びっくりだよ、とんだ危険人物が身近に潜んでたんだね。投票されても文句言えないさ。そんな、皆さん、投票といえばそろそろ決断するタイミングだと思います。誰に投票するか、決戦投票に残る4人を決めるべきです。にゃ、そんな、いくらなんでも早すぎる。いいえ、今回はカード交換を推理する時間が必要なんです。その通り、満足に議論できぬまま犠牲を決める、これは我々も望まぬ結末なのです。くっ、どうする？疑いたくねえけど、九太郎、総刑事、お前ら3人はちょっと怪しいよ。待てよ、もう1人くらい怪しい人間はいないぜよ。困るね、3択で絞られちゃうとそれだけ選択肢が狭くなると思うけど。また誰か疑うわん。だったら予選投票で落とす人を考えた方がマシだにゃん。落とす人か、もっと疑い合おう。逃げちゃダメだ銀、疑い合うしかないんだ。サラちゃん、私いい案だと思います。本当は予選投票で投票されず落選した場合、もう選ばれないから嘘をつく必要がなくなりますよね。
最高の味方ができるってことか。もちろん身代にとっては敵になるけど。わかったわ。落選させたい人が誰なのか話し合うにゃん。サラ姉ちゃんを落選させた方がいいと思うにゃん。だってスリーがすごく頼りになるわん。メダルをたくさん持ってる人間は落選させた方がいい。キュー太郎とかね。メダルを持ってない銀君を落選させるのはどうでしょうか。ああもうめちゃくちゃだよ。銀とカンナを選ぶべきじゃねえ。子供を犠牲にするなんてあっちゃならねえことぜよ。そうは落とすべきだ。だって最初に身の代って言ってたんだぜ。やっぱりサラさんが落選してくれたら嬉しいです。そうだね、僕も落選させるならサラさんかな。私じゃない。今回たくさんのカード交換が行われた。メダルの多い九太郎なら一度くらい交換に関わってる可能性があるし、層に渡したメダル、その話も議論を左右さすそうだ。落選させて情報を引き出すべきさ。やっぱりさら理由は一番生きていてほしい人だからです。何に変えてもそれ感情論。別にいい人ぶってるわけじゃねえぜよ。真っ当な感覚をなくしちまった時、俺たちは悪魔になっちまう気がするんじゃ。そんなことするくらいなら俺を選べよサラ。可愛いからね、なんて言うとでも思った。脱出が失敗した時、サラさんの様子を見て思ったんだ。なんか変だなって。まるで身の代を持ってるような絶望的な顔をしてたよ。ファッ。それに加えて脱出失敗した後のメインゲームギリギリでのカード交換、ちょっと怪しいよね。サラさんの真実聞きたいんだ。そうは身の代だからこそああいう腐った言動なんだよ。怪しいことばっかり言って信用を失えば投票してもらえるからな。いっそ落選させちまえば心も落ち着くぜ。ただ落選したからといって本音を言ってくれるでしょうか。味方にしても厄介じゃねえか。いいですか、一番落とした方がいいのは身の代を持ってる確率が高い人です。もし身の代が自分に来てもメダルがあれば誰かに交換できますよね。ですが銀君のメダルは0枚。一度でも銀君が身の代を持ったらもう交換できないんです。だからこそ身の代になる確率は高いか。サラ姉、それに僕サラ姉ちゃんを守るって誓ったにゃん。ああ持ってそうだな。信じてるにゃんサラ姉ちゃん。銀が交換したのか。電子パッド討論か。どう使うんだ。投票？関係なさそうだけど、待て、これじゃあ私が落選してしまうじゃないの。これと銀、なおの銀でいいんじゃないの。いや、ごめんなさい。発言力が減らない。電子パッドかな。違うみたいだな。発言力減らないね。